水島海保に配備された真備風は、先月5日に引退した新風の後継となる船で、総トン数26トン、全長20メートル、定員5人の小型の巡視艇です。船体の左右には、停船命令などを表示できる電光掲示板を装備しているほか、夜間でも周囲を監視できる最新の装置を備えています。また、感染症が疑われる人を搬送できる隔離スペースも船内に設けています。今日は関係者およそ50人が出席して、倉敷市で就役披露式が行われ、最新鋭の巡視艇の就航を祝いました。地域の皆様のニーズに応えられるよう、私ども真備風乗組員一同が一丸となって、海上保安業務に精進してまいりたいと考えております。真備風は先月19日に水島海保に配備されていて、他の3隻の巡視艇とともに海難救助や法令違反の取り締まり、海上でのパトロールなどに当たります。